金病風、銀病部は、北海道室蘭市の江戸も半島にある二つの海食崖である。二つを合わせて、室蘭八景の一つである。地球岬ととっかり所の間に位置する江戸も半島東側の海食崖で、周辺は約100メートルの直立した崖面が連なっている。約1000万年前の火山活動によって堆積した火山灰が、 干入した高熱の溶岩で応変したものであり、赤葛色を帯びた崖面があたかも金の屏風を立て連ねたように見えることからこの名で呼ばれるようになった。展望台から見られる小さな岬はアイヌ語でポンチケウェであり、地球岬の語源となるポロチケウェとタイで呼ばれていたもの。ポンチキウともいう。エトモ半島最盛端のエトモ岬と室蘭志蔵市長のルカラモイの間。 1> 約1 5トルにわたり連なる、海抜約8 0ルの業界岩で形成された、海食崖。アイヌ語で、チヌイエピラと呼ばれる。崖面一体に侵食による、彫刻のような模様が見られ、この崖に、夕日が生えて銀色に輝くところからこの名で、呼ばれるようになった。室蘭新江とも町中央長官を結ぶ、測量山観光道路にも展望所があるが、 陸上からはその姿はほとんど見ることができない。ありがとうございます。